経済3団体のトップが石破総理大臣と初めて面会し賃上げやエネルギーなどの経済政策について要望しました経団連と経済同友会日本商工会議所は石破総理と面会し賃上げ定着のための環境整備や原発の早期再稼働などを求めました。 やはりそれを上げていくという努力をどうやっていくかということをいろんな知恵を集めて経済同友会は2020年代に最低賃金を平均1500円に上げるという政府目標について3年以内の達成を要望しました。一方、日商は、 中小零細企業の支払い能力を精査したほうがいいと慎重な姿勢です。